日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、本日はバレンタインですね。なのでこちらドンキホーテのクッキークリームケーキでちょっとチョコレートを楽しみたいなと思います。まあ吹き穴クリームですけど、その種類がチョコレートでコーティングされているので、まあ問題はないと、いや何が問題なのかもわからないんですけどね。では早速開けていきたいと思います。はい、これがうーん青くてクールな印象ですね。キークリームとカタカタ書いてます。中身は、はい、このように触った感じはなんだろう、ロッテのチョコパイより少しおな重めのふわっとした印象。下はこのようになってます。全体コーティングされているチョコというチョコが全体をコーティングしているというわけではないようですね。ちょっと中身見せようと思ったんですけど、中のクリームが硬いのか結構なんか割れないので、もうこのままいただきますね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。バレンタインの贈り物に私をもらったら、あるいは私をあげたらどういう風に思われるのかしらね。どうだろうな。この味だと確かにチョコレートの甘さは感じられて、生地もふんわりしてるから美味しくはあるんだけど、クッキー&クリームと書いているのにな部分がどうしても消えないな。名前負けしてるというか、これでは喜んではもらえるだろうけど、思いを全て伝え切るのは難しいかもしれない。そう思える商品だね。まあもうちょっとパンチがあるじゃなくて、探しやすく分かりやすくした方がいいかもしれませんと自分は思います。ごちそうさまでした。やっぱり食感はロッテのチョコパイに近くて、外側はふわっとで、ところどころにチョコレートのカリッとした食感がありますね。で、中に入っているクリームはバニラ風味が強くて割とさっぱりとした味わいなんですが、クッキーどこにあるんだろうと思ってしまうのが残念でした。食感も甘さもあまり感じられず、クッキー&クリームという割にはクッキーどこというように探さないと見つからないというのが非常にもったいないことをしてるかなと思いますね。なので外側は美味しいんだけど名前負けしてるような部分があるという感想に自分はなります。な結果こちらのクッキー&クリームは4点とさせていただきます。それではカミナリと強情っぱり怖いのに、怖いのに無理して怖くないとか言ってるんでしょうねきっと。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。